第一次国際連合緊急軍はエジプトに展開した国際連合平和維持活動。第二次中東戦争の停戦監視を受け負った。アンポリではなく、総会の決議により派遣されたものである。国際連合憲章第7章の強制措置とは異なる PKO 活動が認識され、組織編成されたのはこれが最初となる。 第二次中東戦争がスエズ危機とも呼ばれるため通称スエズ国連軍。1956年10月29日に勃発した第二次中東戦争はアンポリ常任理事国であるイギリスフランスも当事国であったためアンポリは有効に機能せず10月31日にアンポリ決議119を採択国際連合緊急総会の開催を求めた。 11月2日には、総会997により関係国への停戦と、スエズ運河通行の再開を求めている。カナダの外務大臣であったレスター・ビー・ピアソンがこの問題の解決に尽力し、強制措置とは異なり関係国の同意をもって展開する国連主導の軍隊の考えを持ち込んだ。これは受け入れられ、11月4日から7日にかけての 総会決議998億千万千一により国際連合緊急軍が設立されることとなった。11月8日には停戦が得られ、11月14日にはエジプトの合意が得られたことから、11月15日よりユネフの展開が開始されている。ユネフの任務は停戦の監視及びイギリス、フランス、イスラエルのエジプト領内からの撤退確認である。一部人員は 国際連合を急戦監視機構から引き抜かれたほか、ブラジルカナダなどから提供された人員で構成されていた。最大人員規模は約6000名。イギリス・フランスは12月には撤退し、イスラエルも1957年3月までには1949年の九千ラインまで撤退した。ユネフはその後もエジプト・イスラエルの境界地帯のエジプト側に展開し、 停戦監視を続けた。エジプトイスラエルの関係が再び悪化した1967年5月16日にエジプトの要請により任務を中止し撤退した。その後、1967年6月5日に第3次中東戦争が勃発している。ありがとうございます。